ニークラパーキングエリアは埼玉県和光市にある東京外環自動車道のパーキングエリアである。和光北インターチェンジが併設されているが、構造上パーキングエリアからインターチェンジに出ること、及びインターチェンジからパーキングエリアに入ることは不可能。もともとは日本道路公団の管理用施設のために設置し、パーキングエリアとする予定はなかったが、和光。 インターチェンジ富里ジャンクションの距離が 26.7km あり、休憩施設が必要となったため、急遽、パーキングエリアとして設置された。なお、高谷 JGT まで開通した2018年時点でも、外環道の休憩施設は東 PA のみである。このため、東関東道方面では、湾岸幕張パーキングエリアまで 50km 以上に、 渡り休憩施設が設置されていない。また、外環道が中央自動車道や透明高速道路への延伸、接続が計画され、これに伴って交通量の増加が想定されることから休憩施設の空白を避ける目的もあって、本、パーキングエリアの隣接する空白地を利用して拡張し商業施設などを整備する和光へ成果構想がある。本、 パーキングエリアを境に、大泉方面は片側3車線、三里方面は片側2車線となる。施設は、大泉方面、三里方面共通で、駐車場の周囲を上下線が共通して周回する。構造のため、U ターンも可能。ありがとうございます。